ふさじょうは、下佐国相馬郡にあった、日本の城、和田城という別名を持つ。ふさじょうは、手賀川と利根川に挟まれた、大地城に位置し、付近の水運を握る要所となっていたため、何度か合戦が勃発していた。現在は、和田幼稚園の裏側に、小山があり、そこから、和田市が増流したと見える武蔵型いたびが出土し、さらに東の延命寺。 活動員にも干渉4年及び明王年間の武蔵がたい旅、断費がある。手賀川と利根川に挟まれた標高約20メートルの絶上台地にあった。現在は中央を JR 成田線が走り、さらに周囲は完全に宅地化されているため以降は全く残っていない。かつては房の集落を見下すことができ、利根川を間に深和城と対峙していた。 城の構造は不明だが、台地から判断すると三角形の上域が浮かび上がる。また、台地の北東の突端部は本丸であった。東条は、日立川、衣川、手が陰馬裏、香取海の中心に立地しているため、航行する船を監視できる絶好の地にあった。さらに、天正年間には、深川の海鮮商人である白石が石宿を経て、江戸湾に入り、 里見市領内の港に入っていた。追記念は定かではないが、戦国時代には、東条の川を挟んだ向かい側にある布川城を、本拠地とした豊島市の属城として機能していた。遠徳5年5月6日には、第一次傍城の戦いが発生し、豊島次郎左衛門た諸人が討ち死にしているが、この合戦の内容についてはまだ不明な点が多い。また、永正18年にも、 太と川沿いの小金から市川にかけて、小学坊派のふさと島まと、小弓久保の軍が戦っている。さらに、大英年間には、小弓久保についた小田城の小田氏や下妻城の田賀谷氏が、小川方のとしましと水運をめぐり争うなど、ふさの地では、小弓久保、小学坊の争いの中で水運をかけた構想が、数多く起こっていた。少なくとも3回の合戦が確認される。 この戦いについては、残っている資料が少なく、謎に包まれている。一説には、上層市にいた豪族の軍との戦いであったとも、言われている。ありがとうございます。